はい、コナンです。今日はですね、今回のイベントの攻略の鍵となるモーグリニア、そしてエクスデス、こちらをねゲットして使っていきたいなと思います。現在の状況なんですけども、チーム戦の方はこんな感じですね。マーテリアを選択しました。そしてイベントクエストだいぶね解放しました。まだちょっとだいぶ残ってるけどね、とりあえずはこんな感じです。そしてバトルの方なんですけども、今回強いな本気出したあのおはじきがむっちゃむずい。セフィロスに勝った回数は10回ですね。とりあえずはね30回のチョコボニャ、そしてあとは元気ドリンクがね何個か交換できるんですけども、今回もねやっぱり交換でゲットできる元気ドリンクの数は少ないですね。そして本気セフィロスに勝った回数は2回です。40回のバッツをね目指してやっていくことになります。これを取らないとね、おそらくね最後の最終決戦はねちょっと難しいかなと思っています。やっぱりガチャからね厳しいなかなか出ない、あのリボンとかね特殊能力持ちをね揃えることはねやっぱりちょっと難しいんで、まあ出た中でまあ攻略をねしていきたいなと思います。そしてお助けパワーなんですけども、ダメージアップと Y ポイントアップは、まあ、前回までね早めにね上げておくのが、さあそれではモーグリニャやっていきます。ステージ21でチョコボニャンを使ってクリアです。さあやっていくぜ。僕は前回のファイナルファンタジーとのコラボイベントをやってたんで、そこでねチョコボニャンはもらいました。なのでもうそのまま使っていきます。チョコボニャンをね持っていない人は Y ポイント交換で交換できるんで、まあ、ちょっと優勝回数のね制限ありますけども、交換して使うとねいいんじゃないかなと思います。チョコボニャンはね特殊能力があるんですよ。本気セフィロス、本気バッツのおはじきバトルでねダメージアップ、ショーアップということで、なんだショーアップ大したことねえなと思うかもしれないですけども、これね結構ショーアップといえども、まあ他のね妖怪なんかに比べればね全然ダメージが与えられるんで、まあ使った方がいいのかなと思いますけども、まあどうなんでしょうね。まあリビットブレイククラウドとかね、まあ、ケフカとか持っている人は、まあ、そこまでねチョコボニャンまでね必要ないかもしれませんけども、やっぱりねガチャからなかなか引けないんで、このショーアップといえどもねやっぱり攻略にはね非常に重要になってくるんじゃないかと思います。まあ普通に可愛いしね、まあ、S ランクなんで普通に戦力にもなります。さあチョコボニャン反騎士使いやすいよね。さあフィニッシュ。さあクリアしました。そしてレベルも上げていく。さあチョコボニャンの必殺でとどめ、隠されたルートが解放されました。さあ何が出てくる。おうモーグリニャン来たぜ。さあ使う妖怪こちら、モテマクールカクカナツキ、そしてズクキュンタナツキ、そしてモーグリニャン。僕はね前回のイベントでゲットしてしたんで、もう早速使っていきます。モーグリニャンでモーグリニャン倒し行くぜ。そしてクラウド、これはね特殊能力で非常に強力。そしてミーフーナツキ。さあこんなパーティーで行きたいなと思います。モーグリニャンもセフィロスとバッツとのおはじきバトルでダメージアップ、ショーのね特殊能力があるんで、これもねゲットしておいた方がいいと思います。まあそしてね何回か倒して技レベルもそこそこ上げておいた方がおはじきバトルはねやりやすいんじゃないかと思います。ショーアップは侮れません。そしてイベントマップもねステージを進めてくると結構難しくなってくるんですよ。敵が強くなってくる。でね今回マップの全ての敵に対してダメージアップがクラウド、そしてマップの全ての敵からのダメージダウンがセシル
なんで、これはね早めにゲットできるんですよ。でこれ2体はね使うとね全然楽です。おそらくね運営も今回ね初めてプニプニを始めるっていう人もね結構いると思うんですよ。そのあたりもね想定してね親切にねこの特殊能力入れてくれたんじゃないかなと思います。まあこの2体をね入れていけばよっぽどねマップで詰まるということは多分ないと思います。このクラウドがね技レベル1なんですけども、すげえ強え S ランクとは思いません。さあフィニッシュ。これがログボでもらえるってのはいいよね。しゃあ来たぜモグリ。さあモグリには可愛さは正義だよね。さあレベルを上げていく。さあモグリには友達になりました。 S ランク特殊能力持ちですよ。さあそれではおはじきバトルでね使っていきたいなと思います。さあ結構ねフレンドもうすげえよね。レベルもうまだ初日だというのにすげえな。さあモーグリニャン、これがおはじきバトルでダメージアップショーなんですけども、で S ランクなんですけども、まあ今回ね比較のためにゴコオロチとか漆黒王に入れました。これは SSS ランクの極妖怪で技レベルマックスまで上げてますけども、それにも負けないんですよこのモーグリには。今ね883、ちょっとおはじき若干ミスり気味ではあるんでなかなか単純な比較にはならないけども、さあゴコオロチ行くぜ。ゴコオロチが241だからね。モーグリにはすげえ強え、ショーアップだけど相当強いよ。じゃあダイアップのさティナとかゴルベーザ、そして特大のリミットブレイククラウドなんてむっちゃ強いんだろうね。さあ漆黒王にこちらも SSS ランクの技レベルマックス、それでも182しか出ないからね。やべえな今回のおはじきイベント。今まで持っているこのプニたちが全然歯が立てねえ。やっぱりねイベントのコラボキャラ、特殊能力持ちのねキャラをうまく使っていかないと今回のイベントは難しい。あとはやっぱりフレンドとの協力、これしかない。さあミッションボーナスも取っていく。やべえなレベル29でこれか。これ40体倒すっていうとちょっとねやばすぎる。4463、そして11ポイント。さあお助けポイント。さあお助けパワーは交換していきましょうか。ダメージアップこれでマックス、だいぶ違います。これはね取っておいた方がいいです。さあ次はエクスです。こちらもね隠しステージで解放することができます。さあやっていくぜ。やはり5区のステージになってくると相当難しいので、特殊能力持ちのねマップの全ての敵からのダメージダウンセシル入れました。これ相当違います。これしかねダメージ食らいません。これないと瞬殺でやられてしまいます。そしてこのクラウド強いよね。全体攻撃でかつ特殊能力で全ての敵に対してダメージアップなんで、まあこの2体はね入れていくのがいいんじゃないかと思います。あとはまあマップでゲットしたりガチャでゲットしたキャラをサポートに入れてやればなんとかなるでしょう。大必殺技フィーバータイム中に打っていく。さあこの5区の各地ステージにはエクスデスですね、こちらがゲットできます。エクスデスも非常に今回のイベント攻略では重要になってくる。獲得 Y ポイントアップなんでやっぱりなんだかんだ言って Y ポイントは重要です。さあ強いな、やっぱさすがにワンフィーバーでは倒しきれません。さあ必殺技打っていく。さあもうあと一発、これでいけるか。大
強え、やべえ、やべえな。よし、来ましたね。おお、アイテムゲットです。さあ、192Y マネー。そして、レベルも上げていく。さあ、隠されたルートが解放されました。ランク S 以下でクリアです。おお、セフィロス来たぜ。今ね、レベル12です。さあ、隠しステージ。ドリームマッチがついている。しかし、バッツまだ持っていない。さすがに初日でバッツは無理だろう。さあ、エクスデスですね。使う妖怪こちら、精霊バンバラヤ。技ゲージを多く貯める。そして、夏木のズクキュンター。凍結。強力です。そして、裏キュンター。ミーフー。さあ、こんなパーティーで行きたいなと思います。このエクスデスやはり相当強いです。5区の隠しステージに出てくるだけのことはあるということで、 SSS ランク2体と夏希3体でいきます。さすがにね、フィーバータイム中にこの SSS 両方ぶっ放せば倒せますけども、凍結だけではね、やっぱりさすがに倒しきれません。技レベルマックスなんだけどね、相当強いよね。さあ一発打ちます。これでもね、半分ぐらいしか削れません。そしてやはりここは仲間にしたいので、夏希をね多めに入れました。 X ですはね、おはじきでの獲得 Y ポイントアップ賞なんで、これ必須です。もう常にね、おはじきバトルやるときは入れていくような感じになるかと思います。さあ、鉱物与えます。今回のイベント、おはじきでしかね Y ポイントが稼げないので、まあ確かにおはじきでは1回のバトルで普通のイベントに対して結構ね多めに稼ぐことはできるんですけども、ただおはじきがねスタミナ制なんで、やれる回数が限られてるんですよ。なので、まあ Y ポイントもね、そんなにむちゃくちゃは稼げないっていうね、そこがちょっと微妙だよね。まあ元気ドリンク課金してやるという手もあるんですけども、まあできる限りね無課金でいきたいなと思います。あ、来たぜ。まあ S ランクなんでね、落ちやすいよね。さあ、エクスデス友達になりました。特殊能力付き。さあ、それではエクスデス見ていきましょう。おはじきバトルで獲得 Y ポイントアップ、そして広い範囲の妖怪プニューを消すと、スキルはなしです。結構アップするね。9ポイント。結構大きい。まあ、お助け効果も大きいですけども。来たぜ、本気のセフィロス、レベル3。7100か。やべえな。僕が持っている特殊能力は、ライトニングとチョコモニア。それではやっていくぜ。エクスデス本気のセフィロス。本気のっていうことは、今までのは本気じゃなかったのかっていうね。それでも強いぞ。さあ、いい感じ。よし、パーフェクト。まあ強さは微妙ですね。まあでもね、獲得 Y ポイントアップなんで入れるしかないと思います。さあ、チョコバニャン特殊能力付き、これは期待できます。おお、363。そしてミッション乗ってくる。そしてもう一体の特殊能力も付き、ライトニング。ライトニングもかっこいいよね。おっと、左にそれた。それでも405、強い。もう少しね、この特殊能力持ちのキャラ技レベル上げていきたいなと思います。技レベルはやっぱり上げれば上げるほどダメージが出ます。あとね、 SS ランク以上にはスキルがつくんですけども、スキルレベルもね上げてやるとダメージが上がってきます。今回は S ランクキャラなんでスキルありません。
さあ漆黒鬼、おー213、漆黒鬼やべえ、漆黒鬼が通用しない。お疲れ様ずら。さあこれでトータルダメージ1872かよ、7100もあるのにこれは辛いぞ。そして51ポイント、もうこれ気長に行くしかねえな。やべえ、今の時間あまりフレンドがプレイしてない、お助けが来ないっていうね、もう自分で行くしかありません。そのうちねレベルが上がってくるともうフルパワーで行くしかなくなってきます。しかしフルパワーで行くともうそれだけで元気ドリンクをね1個使っちゃうんで、なかなかね今回元気ドリンク数が少ないんだよね。まあ、あとはフレンドとのお助けとかをやってドロップでゲットするしかないんですけども、まあ、あとはそのドロップ率もねどれぐらいか、まあ、ちょっとね今後見ていきたいなとは思いますけども、厳しい、前回の横取りチケットを見る限り配布は厳しそうだ。さあチョコボニャン、見た目かわいいし481、そしてミッション乗ってくる、やっぱり特殊能力持ちは強え。やっぱりこのモーグリニャンとチョコボニャンはいるよねいるよね、この特殊能力がないゴコオロチとか漆黒鬼に全然ダメージ出ないんで相当つらい。さあ473、さあゴクオロチ、あれだけ強いゴクオロチがなんでこんなに弱いんだ。おっとちょっと右にそれた、やべえ、248。さあここは漆黒鬼で残りの437削り切りたい。一応ね種族相性的にはセフィロスが豪傑なんで有利属性なんでダメージはね多めに出るはずなんですよ。おいったぜ、なんとかレベル3倒しました。今回のイベントもしかしたらやべえやべえかもしれない。さあゲットしたポイント23ポイント、そして Y ポイントが92ポイント、結構稼げるよね。そして超経験値玉ゲット